おはようございます。よろしくお願いいたします。いいですか。はい、それじゃあ私の方から2件、報告をさせていただきたいと思います。まずはじめに、公共施設の防災力を強化するための、福岡防災フリー Wi-Fi、これの運用開始を4月1日から行います、ご承知の通りも大規模災害、この際には多様な通信手段、これを確保していくことは非常に重要であります。私たちは経験をしているわけでございますが、東日本大震災におきましては、皆さんが安否確認、その電話をかけられたため、それは集中し、電話回線がつながらなかった、そういうことがあったわけでございますが、インターネットにつきましてはそういうこともありませんで、安否確認、あるいは自治体が提供します防災、災害情報、それについてもアクセスができるようになる、わけであります。そのため、福岡県では、私どもの公共施設の防災力を強化をするために、非常用電源を備えた防災用の公衆無線 LAN、福岡防災フリー Wi-Fi、これを整備をいたしまして、4月1日から運用を開始をいたします。この Wi-Fi でございますけれども、災害時には利用手続きを行うことなく、速やかにインターネットにアクセス、接続できるほか、利用者が Wi-Fi に接続した際に、私どもの県の防災ホームページに自動的に誘導される、最初の立ち上げ画面が防災ホームページになると、そういったことを通じまして、災害時、利用しやすく、そういう内容になってもございます。今回、どこに整備をするかでございますけれども、帰宅困難者の一時滞在場所として利用される施設、また指定避難所、一定期間そこに生活をする、居住するということで、指定避難所、その中から県内4地域ごとに、そこにお住まいの人口バランスなんかを考慮いたしまして、以下の7施設について整備を行うことにいたしております。で、このシステムは、利便性、安全性、これにも配慮いたしておりまして、平常時においては所定の手続き、後からパンフレットをご覧になっていただくと分かりますけれども、所定の手続きを取っていただくことによって、通常の観光情報等についてもアクセスができ、取得できることになります。今後は、この今回4月1日から運用開始をいたします、防災フリー Wi-Fi、これをモデルといたしまして、県内各市町村にそういった Wi-Fi の整備の働きかけ、防災 Wi-Fi の整備の働きかけを行っていき、災害時の情報伝達手段の多様化というものを進めていきたいと考えております。この防災フリー Wi-Fi でございますけれども、このパンフレットの2枚目にアクセスの仕方が書いてございます。パスワードの FK 防災というものを入力していただくと、県の防災トップページに行くわけでございます。次に2番目の報告事項でございますけれども、子育て支援の関係でございます。一つは、男性の育児参加、これを促進する企業を増やしていこうということで、そういった企業の手引きとなります育ボス育メンハンドブック、これの策定と配布でございます。もう一つ2番目は、今就活、3月から学生さんたちは就活活動解禁になって始めておられますけれども、仕事と子育ての両立、この応援をする企業、その紹介をするガイドブックを作ったわけでございます。で、これを県内だけではなく、首都圏関西圏の大学にも配布をし、就活活動の参考資料にしてもらおうと、このタイミングで発刊をするものでございます。順番にご説明を申し上げたいと思います。まず、育ボス育メンハンドブックでございますけれども、これは、こういった男性の育児参加を促進しようとする企業に対する手引き書でございます。ご承知の通り、福岡県は全国に先駆けまして、子育て応援宣言企業登録制度、この宣言企業では、女性の育児休業取得率は 96.2%、全国平均をはるかに上回っております。男性の育児休業取得率は 5.4%、全国平均 2.02% と、
応援企業、宣言した企業はすべて全国平均をはるかに上回っているわけでございますけれども、一方で県全体で見ますと、男性の育児休業取得率の平均というものが、ポツ 6% でございまして、全国平均の 2.02% と比べて低い状況にございます。で、従いまして、県としましては、男性、女性ともに子育てをしながら働き続けることができる環境といったものを整備しようということで、イクボス・イクメンハンドブック、こういった男性育児参加を促進しようとする企業を増やしていき、普及させていこうということで手引き書を作ったわけでございます。これは県内企業経済団体通じて配布をさせていただきたいと思います。で、内容でございますけれども、お手元に冊子がございます。このイクボス・イクメンでございますけれども、まず3ページにありますように、なぜ今男性の育児参加が必要なのかといったことをビジュアルで分かりやすく図表等で示しております。そしてその男性の育児参加を増やしていくための鍵ポイントは何かと、意識調査も含めて分析をし、それの上でどういう手順で男性の育児参加を進めていくかと、その場合は働いている男性本人、あるいはその職場の上司、両方あるわけであります。そういった課題について整理をした上で、どういう手順で企業のそういった男性育児参加促進を進めていったらいいかという、その手順を明らかにしております。フローチャートで分かりやすく表現をしていて、ずっとこの、ハンドブック読み進めていくと、全体として自分たちはどこに置かれているか、何をやったらいいかというのが明らかになるようになってございます。それが第一発刊するものの説明でございます。もう一つはこのちびこい方、小さい方のガイドブックでございますけれども、仕事子育ての両立応援企業の、100選集でございます。今先ほど言いましたように、3月から就活が解禁されているわけでございますけれども、これから企業を選んでいく場合には、自分の人生の結婚あるいは子育てといったライフプラン全体というものを自分の仕事と位置づけ、関係を位置づけて仕事先を考えるということがますます盛んになるし、必要になると思っております。そういった学生さんにとって、その就職活動の際に参考情報となるように、このガイドブックを作ったわけでございます。仕事と子育ての両立を応援する企業、その内容について分かりやすく説明をしたものでございます。この本でございます。就活活動で持ち歩きが便利なように、先ほどの資料に比べて小さくハンディなものにしております。で、県内の大学だけではなくて、首都圏関西圏の大学でも配布をしようと思っております。で、この中身でございますけれども、いろんな両立支援制度、国の制度、そういったものの説明、それから企業がどういうことをやっておられるかという、その自分の人生、ライフプランを考えていく上で、どういう観点で企業を選んだらいいかという、その考え方の整理を参考として出しております。で、その上で、どういう応援宣言企業があって、どういう取り組みをされているかということが書いてあります。で、今申し上げました2つの冊子、これを作って広く配布することによりまして、企業の皆さんにおける、企業における男性の育児参加に対する必要性、あるいは重要性というものをもっともっと認識をしていただく、理解をしていただくということが一つ、それからもう一つは、UIJ ターンとか、これから就職先を選ぶ活動をされる若者にとって、福岡の企業の中ではこれだけライフプラン全体の中で大事な子育てと仕事の両立ということについて積極的に取り組んでいる企業が地元福岡にこれだけあるんだよということをご紹介をし、 UIJ ターンあるいは 県内の企業への就職というものを積極的に働きかけていきたいと。で、そういうことをやることによりまして、企業が積極的に取り組むことによって、
いい人材が県内の企業に就職することになる、これも期待されるわけであります。こうした取り組みを通じまして、また今までやっておりました子育て応援宣言企業登録制度、これらを通じまして、引き続き安心してお子さんを産み育てることができる福岡県と、それを応援する福岡県、これを目指してやっていきたいと思っております。私の方から報告すべき事項は2つでございます。患者から発表事項について質問させていただければと思うんですが、はい、フリー Wi-Fi の方なんですが、全国的にこういった防災フリー Wi-Fi を整備するところの感染症例があるのかどうかということと、これの事業費に関して教えてください。はい、総務省が、いろいろ支援制度を用意しておりまして、27年度今年度、うちも今年度でやってるわけですが、今年度まで、同様の整備をやろうとしているのが、6府県でございます。京都、香川、徳島、富山、滋賀、和歌山、6府県が今年度までに、総務省の支援を受けて整備をしております。また予算でございますけれども、設計関係で400万円ちょっとと、工事関係で4400万円、全体で4800万円余の予算となってございます。もう一つの子育て、就活ガイドの方の100点なんですけれども、はい、数ある企業の中でなかなか100点を選ぶというのは大変だったんじゃないかと思うんですが、この選んだ基準というのはどういった基準で選ばれたんですか。はい、一つはですね、応援宣言企業は当然子育てと仕事の両立支援、こういう内容のものをやりますよということを宣言されているわけでございますが、その中でワークライフバランス、その実現に向けて取り組みを、積極的にやっておられる、そういう企業を中心に、業種、当然就職をされる人たちはいろんな思いがありますので、いろんな業種分野でそういった先進事例、いわゆる業種、あるいは従業員規模、それからどの地域で事業活動されている、本拠地がどこか、そういったところを見て、宣言企業の中からワークライフバランス実現に向けて積極的な取り組みをしている企業を選ばせてもらいました。では各社お願いします。Wi-Fi に関しましてですね、防災企画課の方からちょっとお知らせございますので。もう一つ言ってたらいい、はいはい、すいません、私は言うべきことかもしれません。今申し上げました福岡防災フリー Wi-Fi、これについてデモンストレーションもですね、30日の日の10時半からアクロス福岡におきまして実施をさせていただきます。別途ご案内を差し上げたいと思いますので、ぜひともそのデモを参加いただいて、こんなもんだとご理解いただいて、広くその普及にお手伝いいただければと申し上げます。すいません、フリー Wi-Fi についてなんですが、はい、これ、福岡今外国人の観光客の方も多いと思うんですけれど、そういう人たちも見ることができたりとかはしないんでしょうか。これはどうですかね。はい、どうぞ。今回整備したのについて5カ国語に対応しております。日本語は当たり前ですが、英語、中国語、韓国語、タイ語ということで、外国人の方にもご利用いただけるチェックしています。大事な情報をちゃんと入れないからね、それはね。おっしゃる通りです。観光の安心して最優秀に観光してもらうという前提で、その整備をするためにすごいクロスさせてやるということであります。はい。デモンストレーションなんですが、時間ともう一度場所を詳しく伺います。どうぞ。詳細について改めてお知らせいたします。30日、10時30分、アクロス福岡で実施。別途、場所、待ち合わせ場所とか、詳細についてはまた改めてお知らせします。
今後の地域の拡大については各市町村が行うというふうに。基本的には各市町村の施設の保有者になると思います。なります。我々県の施設7箇所今やりますので、そのいろいろ運用の結果検証しながらですね、県内各市町村でその Wi-Fi こうした Wi-Fi の整備を促していきたい。すいません、促していかれるということなんですけど、まあ、そのどっかの市町村がやりたいと言っただけの 県から その補助とかそういったものとか、国の制度はありますから、国の制度も活用しながらということだと思いますよ。はい、ありがとうございます。すいません、大規模災害時はその選択するだけで大規模災害時はどれぐらいの規模があるか、おそらく地震が一番イメージしやすいと思いますので、震度5弱あるいは 大津波警報が発令された時等ということでございます。警報解除までそうですね。普段はそのエリア内であれば登録ということで自由に使えます。この Wi-Fi が利用できるエリアは例えばアクロスの建物の中とかですか、その外側周辺どれぐらいまで使えますか。地下2階から3階。後ろの方にどこの滞在場所あるいは指定避難所にどの範囲内で提供されるかということを整理させていただいております。以外の分で、これだけの県議会の方でも、結構話題になったと思うんですが、アジア大会についてなんですが、福岡県の今現在の進捗状況と、今後の運転に関して教えていただければと思いますが、はい、アジア大会につきましては、先般の県議会においてもご答弁させていただきました。その開催が実現できればアジアに対して私ども福岡県をアピールする機会になると考えております。これまで、青年会議所の皆さんと一緒になって競技会場また選手村の整備やその財源の確保等について検討を進めてまいりました。また県としても国や JOC そしてアジア大会の開催の実績のあります広島市あるいは、前半にありました、前回大会の韓国のインチョンに直接職員も派遣をいたしまして、いろんなヒアリング調査、また文献も集めてまいりました。報告書も集めてまいりました。そういったものの分析を今までずっとやってきたわけでございます。開催にあたりましては、選手村の整備、そしてその財源の確保など、課題もいろいろございます。地元経済界、市町村、そして競技団体の皆さんとも意見等十分踏まえながら、早急に結論を出していきたいと考えております。早急に結論を出すとおっしゃる部分というのは誘致に向けて手を挙げるかどうかを結論を出すというそういうことですね。はい、で現段階としてはその部分を検討する今検討を進めている判断をするための材料を集めいろんな意見を聞いているところであります。早急ということでしたら大体いつぐらいですか。それはJOC なり全体のスケジュールをお考えのところがあるわけですから、そこの中でということになります。でその中にあってできるだけ早く。 JOC のスケジュールでは29日とかっていう話が出てるみたいですよ。それは JOC っていうのは29日というのは私の理解では日本としてどうするかとどういうそういった誘致について今後の
対応をどうするかといって地元に聞いてみようかとかそういうことを決めるんじゃないかと思ってます。これまでに、やるかやらないかを宣言するというわけではないですね。ないと思ってます。そういうプロセスに日本として入るということを決める、どうするかということを検討することその作業に入ろうということをご決めになるのではないかと私は理解しています。すみません、発表項目に戻るんですが、この仕事と子育ての4兆円企業の分割があるのについてですね、はい、一時は地域戦略会議の方でも仕事の場作りプロジェクトチームのリーダーをやってらした、はい、と思うんですけれども、その地域戦略会議で九州全体の取り組みの中で今回のこのガイドの発刊というのはどういう位置づけになるんでしょうか。あくまで県単独なのか、それとも他の県にも広めていったり九州全体を取り組みしていったりするお考えはおありでしょうか。男性の育児参加、これについては地域戦略会議などいろいろ議論しておりますけれども、今年はですね、その九州地域戦略会議でのアクションプログラムの中身申し上げますと、九州各県と経済界が一緒になってワークライフバランス推進キャンペーンを展開をすると、で各県共通の広報コンテンツを作っていこうということが決まっています。でそれを使って広報していこうと、共通のコンテンツでを作って広報すると、でこれは我々県単独でやっている行事で事業であります。特にその評判良かったら各県にも広げていくとかそういう考えは今のところはお持ちないと。まずこれから困りますからねそれでやってみて手応えを見ながら、私たちはこういうことをやったらこういう手応えですよということを、例の出会いの場の設定とか言って赤い糸メールも知事会で報告したら九州各県でやろうということになったりするわけですから、そういう意味では我々考えてまずやってみて、で県内でやってみて、その結果これは広域的にやった方が効果がある、あるいはみんなで九州全体にとってはプラスになるだろうということであれば、またいろいろご提案をさせてもらいたいと思っております。この就活ガイドを、首都圏とか関西でも配るということですけど、はい、実際こう県内への若者の呼び込みにどれぐらい効果が期待できるとお考えですか。今の指示の所感を教えてください。これから就職というのは人生の中で大きな、最大の節目の一つだろうと思っております。でそういう中で今まではそのどういうことで会社就職先を選んだかっていうのはいろいろあったと思いますけれども、これから先はやっぱりワークライフバランス、あるいは子育てから男女共同参画とかね、そういう人生全体を見た時に何が幸せかっていうことを考えた時にいろいろ多様化をしているわけですね、価値観が。そういう意味ではワークアンドライフバランスを重視するその流れというのはもうますます強くなるという中で、企業側もそれを対応していかないといい人材が集まらないわけだから、でそういう意味ではそのこういうことがあると、こういう冊子があるということを見て、これを見て自分の人生先行きを考えてこういう企業の門を叩いて聞いてみようとか、そういう人たちが増えていくんじゃないかと思って、それを期待をしているわけですね。ですからこれを作って実際使ってもらう、見てもらう、それをその使う学生さんの輪を広げていきたいと思っております。そういう意味では各大学への働きかけとかで、それから実際に学生さんの声を聞くみたいにしながら普及させていきたいと思います。ちょっと完全なんですけど、そもそも県平均の男性の育児休業取得率がです、ね、全国に比べて、かなり低いっていうのはこれは どういうこれはですね、この本の、4ページ、見開きという3ページ、4ページでいただきますと、今左3ページいくとね、共働きが増えていますよねと。で一方でその働き盛りの30代40代の男性というのはものすごく働いている、長時間労働しているわけですよね、職場での時間が。そして一方で
右の上の意識の変化ということがあって、原則夫婦は家事は半々でやるのが望ましいという人の割合が増えている。一方で職場で行くと長時間労働を30代から40代の男性が多いということで、それでその結果右の下になりますように、男性の家事育児の参加の時間がよその国に比べてはるかに低いわけですね。要するに時間の当て方、いわゆる家事関連のやつが、育児も含めた家事関連のやつのこの棒グラフの長さを見ていただくと、他の先進国と比べてはるかに低いという状況があるわけですね、全体として日本にあると。それでここにありますように、職場に迷惑がかかるとか、右の方にある取りづらい雰囲気というのが別途この辺に、職場の雰囲気状況というのが大きい、そういったことが重ね合わされて今 0.6% という状況になっていると思っているわけであります。で、我がそういった福岡県でありながら、応援宣言企業、登録をされた企業の取得率は高いわけですよね。先ほど申し上げましたように 5.4% なんですね、応援宣言企業は。ですからそこに我々はヒントがあるんじゃないか、企業側での対応で、そのことでもって企業側の対応するためのイクボスイクメンというこのハンドブックを作った。それからその就職先を選ぶ、これから働き手になる若者が自分の人生を考えた時に、どういうところで働いたらいいのか、働きたいのかということを考える一つの要素としてワークアンドバランスがある。でそのための、参考情報というものを集めた、集大成したこの就活ガイドブックを作ったということであります。ちょっと別の話なんですけれども、はい、今まで消費税の増税に関してですね、先送りするんじゃないかという話も出てると思うんですが、それに関する税に関してどう思われるのかというのを教えていただければと思います。はい、消費税と地方消費税 10% の 10% への引き上げに伴う、増収額というのは社会保障施策の充実と安定化のための財源として考えられているわけであります。で、その 10% への引き上げの時期についてでございますけれども、今の法令の規定によって平成29年4月と定められております。いろいろ新聞等出ておりますけれども、仮に見直すということであれば、国の方で今後増大していきます社会保障の費用の増大、あるいは施策の充実というものをどう考えていくのか、どう対応していくのかと、そこを十分議論をしていただき、国の方で議論していただき、国民に説明をしていただく必要があると、このように考えています。直接件としてその増税先送りに関して、いい悪いとかっていうふうな捉え方はされてますか？今の段階ではしていません。その点の情報、議論がまだ、その政府の方もそういうことは考えていないとおっしゃってるわけだし。選挙に向けた人気取りみたいな感じもありますが、その辺に関してちょっとこういう消費税増税、将来のことを考えた、国の財源というのをきちんと考えているのかというところに関してはどのようにお考えですか？ですから先ほど、もしこの決まった時期というものを変えるということであれば、国の方で国会もあるわけだし、政府もあるわけですから、十分議論をすると、必要な財源あるいは施策の充実というものをどう考えていくのかと、それがまず大事だと思います。でそこがしっかり、議論が行われて、それを我々国民に説明していただく、これが大事だと思います。それ以外で何か質問はありませんでしょうか？はい、ありがとうございました。